はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございます。ってことで、お久しぶりのポケモン実況を頑張っていきたいと思います。やっとね、別ゲーの方を一段落したんで、そろそろやり始めようかな、ということなんですけど、どうしよっかな。これやべえな。これやべえな。何から入る？うわ、何から入るべきだ。ガオガエンきっつ。なんかガオガエンに強く出れるポケモン欲しいな。マジでいいね。ガオガエンに強く出れるのが。ハリーセンぐらいでしょ？でもハリーセン初手に出すわけにはいかないんだよな。て、今回ハリーセン出せねえよな。スカタンク、ゲンガー、いやー、これ不思議花ねえな。エンニュート行こう。不思議花はねえな。特殊が多すぎる。対戦よろしくお願いします。あ、弱点が多すぎる。氷炎エスパーと弱点が多すぎるな。ガオガエンなんかずーっと当たってる気がするわ。なんかもうスノーから入ってきた。オッケーオッケーオッケーなのか知らないけど、とりあえずはオッケー。物理アタッカーで攻めることはできるけど、あ、これエンニュートの方がいいのかな。いや、ダメだな。エンニュートダメだな。挑発、挑発でまず蝶の舞を封じるしかない。まずは必ず超前ぶち込んでくるから。一回詰まれたか。もうしゃあない。もう一回詰まれるのはしゃあない。しゃあないしゃあない。でだ、こっからだよな。問題はこいつを倒さなきゃいけない。イカ様入んねえし、毒好きでとりあえず応戦しましょうか。エアスラー。半分切ったかー。ってことは次、不意打ちかな。ナイスドッグー。ん？これ、不意打ち圏内入ったんじゃない？火力一緒じゃないけど、毒入ったし、不意打ち圏内一緒。完全に入ったっしょ、圏内。オッケー。オッケー、もうスノーを倒した。よかった。スカタンク便利 スカタンク超便利。最高。ほんと何でもできる。器用だね、君は。本当に。優秀だよ。さあ、ガエン来ましたね。ガエンほんとつれ。ほんとガオガエンつらいわ。なんか、ガオガエンに圧倒的に強く出れるのいねえかな。マジでこいつに勝てねえ。毎回苦戦してる気がするわ、ガオガインに関しては。ダイマ切ってくんのかな。あ、切らないし、S 勝ってるし、ついでに毒らせるし、OK。マジで仕事するな、君。君、仕事しすぎー。あ、毒入ったし、誘爆入ったし、めっちゃ仕事するやん。いいね。すげえ毒入ったし、フレドラで反動入るし、身バクバクするし。お盆か。ここはもう、エンニュートで 身代わりひたすらかますか。よしよしよし。完璧じゃない？さあ、ねっとりじわじわ行きましょうや。ワンチャンフレドラ身代わりで耐えてくれるっていうパターンもあるかもしんないんで、狙っていきましょうか、それも。身代わり張って、フレドラ撃ってくる？
ああ、ラリアットの方打ってくるか。まあそうだよな。普通そうだよね。普通、等倍ぶつけてくるよね。まあ、だけども、身代わり消えるのはしゃあない。これで粘って、ガオガエンとりあえず倒そっか。何ターンかかるかな。まあ、粘れば粘るほど、次のポケモンにガムシャラがぶっ刺さるんで まあ、粘れるだけ粘るか。ひたすら粘って、毒で倒したいよな、理想は。もしかしたら直気持ちで放射耐えられるっていうパターンもあるんで。できれば、この身代わり毒、ハメハメで倒しておきたいところ。倒せる人あと3ターンでしょ？ 3 ターンぐらいでいけるから、1、2、3、あと2回打てるんだよ、身代わり。あと2回身代わり打てるんで、いけるはず。いけるはず。HP どんなもん？いけるよな、あと2回で。あ、いけるいける、全然いける、全然いける。オッケーオッケー。じゃあ、あと身代わり連打するだけ。身代わり連打マーン。オッケーオッケー。なんか久々だな、こんな炎入とかハメハメしてるところ。久々やわ。最近なんかこうやってはめれなかったから、炎入と無理なのかなって思ってたけど、やっぱ状態異常を相手に与えた状態でこうやって変わると強いよね。ほんとぴったりだな。ほんとぴったりだったわ。はい、ぴったり。相手にも先制技があったらしゃあないし、いや、ダイマックスもあるから、あんまりそのがむしゃら強く出れるかって言われたらそうでもないんだけど、まあ少しでも削れたら十分いいんで。オッケー、とりあえず岩塩突破。毒毒当てるのは違うよな。やるならがむしゃらだよな。足でか。アシレか。裏は僕ゲンガーだよな。だったらガムシャラだな。どうせダイマックス、ヤクジェがあった。いっつも忘れる。アシレールのアクジェ、いっつも忘れる。じゃあゲンガーでラスト。どうしよっかな。何が入る？何のが入るだろう。どっちのが入るんだろうね。ダイヤシッドのが結局入るのか。135に、ま、270と280、10しか変わんなくて、ダイヤシッドは1.5倍上昇で、ダイサンダーが1.3倍だっけ。だったらダイヤシッドの方が入りますね、と。あ、そっか。相手ダイマックス使ってたっけ？あれ？使ってたっけ？使ってないよな。まだダイマックス使ってないよな。ダイマックス対決か。どうだろう？勝てんのかな？ 2 発で落とせたら勝てる。2発で落とせなかったら負け。って感じじゃない？ 2 発で持っていけるかな？そこなんだよな。2発で持っていけるかどうかなんだよな。これダイヤシッドダイサンダーの方がいいな、火力的には。うわ、微妙だな。仕上がるけどこれ微妙だな。これ無理じゃない？これ無理じゃない？無理っぽいな。
これ無理っぽいな。いけ、よし、勝った。あぶれー、セーフ、セーフ。対戦ありがとうございました。